ご三条天皇は、第七十一代天皇として、1068年5月22日、死歴4年4月19日、から1073年1月18日、延べ久4年12月8日、まで在位しました。ご須作天皇の第二王子で、母親は三条天皇の第三王女であるご須作皇后の貞子内親の、陽明門院、です。ご霊勢天皇の異母帝で、 藤原氏を外赤としない最後の天皇です。ただし、聖母の貞子内親王は藤原の道長の外孫である、宇田天皇以来170年ぶりの天皇です。